皆様こんにちは、原田雄一でございます。今回も、花会パート2ということでですね、前回は、まあ、普通にコンサートをしようかなと思ったんですけども、笑いの方が、多くなってしまいまして、こんなにもギャグセンスの高い人たちが集まると、こんなにもコンサートが、まるでショーのような、コントショーのようになってしまうんだなっていうふうなことを、反省もしつつ、そこからまた、延長で、引き伸ばしてまいりたいと思います。皆さんもぜひ、劇場にね、お越しいただく際には、タオルを忘れずにお持ちくださいませ。まあ、この間のあの、マンダラの、何でしたっけ、あの、今井清隆さんとジュリー咲穂さんの、スピンオフと、今井さん言ってましたけど、スピンオフを、経験された方は、次どうなるかっていうのは、まあ、ご想像つくかなっていうふうに思っておりますけれども、ぜひ、三越劇場でお待ちしておりますので、楽しみにしていてください。よろしくお願いいたします。もうこの格好を見て、あ、次はこんなん来るのかなって想像ができるでしょう。想像は裏切るものです。楽しみにしていてください。よろしくお願いします。